切り干し大根50〜60g、さっと水洗いをしたら絞ります。ちくわ1本輪切りに切ります。油揚げ1枚キッチンペーパーで油を軽く取ります。縦半分に切ったら5ミリくらいの細切りに切ります。人参3センチくらい約70グラム千切りに切ります。耐熱容器に砂糖大さじ1、和風だし顆粒小さじ1、みりん大さじ1、減塩醤油大さじ1、水1カップ、よく混ぜたら切り干し大根、人参、ちくわ、油揚げを加え、さっと混ぜたら、ラップをせずに500ワットで3分レンジ加熱します。この手怖い。3分経過。混ぜたらもう一度3分レンジ加熱します。3分経過。よく混ぜます。高評価いただけたらとても嬉しいです。最後に万能ネギ適量。レンジで簡単切り干し大根に完成。